シリーズドクター・フー・シーズン12の最後のストーリーである。1968年のザ・インベージョン以降では初めてサイバーマンが登場した。イギリスでは BBC1 で1975年4月19日から5月10日にかけて放送された。日本では株式会社ポニー・キャニオンが1986年にサイバーマンの逆襲という放題で日本語字幕付きで、 VHS を発売した。あとに1989年9月13日から9月27日まで NHKBS2 の衛星子供劇場枠で放送されており、その際に放題がサイバー人間の復讐に変更された。舞台は宇宙、ステーションナーバと金の惑星ボガで宇宙の箱舟の数千年前である。母賀の鐘がサイバーマンには致命的であったため、 彼らが惑星の破壊を計画した。ゲリー・デイビスが当初の脚本リターン・オブ・ザ・サイバー・メンを執筆し、ロバート・ホームズがこれを書き直して、ボガの要素を加え、タイトルにリベンジをつけた。プロデューサーのフィリップ・ヒンチクリフは、この番組では新参であったため、このストーリーは彼の前任者、バリー・レッツから委託されることとなった。 レッツとホームズは新しいドクターをどう動かせばよいか悩み、最初のシーズンにはダーレクやサイバーマンといった親しみのある有名なモンスターを使うのが安全だと考えた。ゲリー・デイビスは4代目ドクターの性格を2代目ドクターのパトリック・トラウトンのように慎重だと考えていたため、それが4代目ドクターのトム・ベイカーの描写と一致せず、ベイカーのスタイルを含むよう脚本の書き直しが必要となった。 また、デイビスは、ストーリーのタイトルに不満を抱いていた。惑星ボガのロケ地に使われたウーキーホール本作は、コスト削減も兼ねて、宇宙の箱船と同じセットで撮影されたほか、ウーキーホールも使用された。宇宙の箱船の直後の制作ブロックで撮影されたため、放送シークエンスから制作コードが抜け落ちている。ウーキーホールでの撮影は、事故が続いて難航し、 制作チームからは、呪いとも呼ばれた。本作に登場する、ラジオトランスミッターは、映画、007死ぬのは奴らだに登場したもの。ありがとうございます。